こんにちは、えー、フレープジャパンの GK ででです。す、えー。またお会いできて光栄です、えー、今日は、えー、シリーズのコロナに負けない親関係を築くためにの、えー、第3弾になります。えー、良好な関係を、まあ、お子さんとですね、いい関係をキープしながら子育てするためのいよいよ基本的なスキルをですね、えー、お伝えしたいと願っています。それで、まず皆さんいかがでしょうか 良好なな関係をを破壊壊するししししててまうそういうそいいい悪循環を経験していないでしょうか例えばお子さんに何かを言った時に返事だけどうしてもイライラするそしてついつい怒鳴ってしまうあるいは感情的に言ってしまうでも肝心要のです、ね、子どもの行動は変わらない何度同じことを言っても変わらない。 そういうういいことはないでしょうかイライラしたりどなったりしないで子どものですね行動を具体的に変化させるためにはどのような工夫やスキルが必要だと思われるでしょうか実はですね練習すればイライラしたりどなったりすることを減らしてですね子どもとの 良好な関係をキープしながら子育てをすることができるまあそのようなコミュニケーションスキルがあります今日はですねそのことを皆さんに紹介したいと思っていますと言ってもですね実は私自身このそういったスキルをですね別に開発したわけではなくてですね実はどならない子育てとはということをですねすでに提唱してくださっているこの 伊藤徳馬っていうですね先生があります。今このビデオに映しているこのような本を出されていますので、ぜひ皆さんもですね詳しく知りたい方はお読みいただけたらなと思います。なかなか話が伝わりにくいそんなお子さんにですねどのようにすれば伝わるのでしょうか。この先生はですね実は4つの基本的なスキルがあるって言って紹介しています。 え今日は詳しくはお話しできませんけれども簡単に紹介したいと思っています。まず一つ目はえ行動を具体的に表現する例えばお客さんが来るので大きな声で「こんにちは」と挨拶してねポイントはですね大きな声で「こんにちは」っていうですねこの行動が、えー、含まれているんですね。しかしか私たちはともすればえお客さんが来るので ちゃんとしててねとかですねただ静かにしててねっていうだけでですね、えー、終わってしまっていることがありますポイントは具体的に行動を表現する二つ目はですね、えー、肯定的表現を使う何々しちゃダメよっていうですね否定的な表現ではなくて何々してねっていうこのようにですね肯定的に言う、えー、三つ目は このあと今日詳しく私なりにアレンジしてお伝えいたしますけれども、えー、ベッドの上で跳ねたい気持ちは分かるけどベッドから降りようねとですねお子さんの気持ちを察してそうしたい遊びたいベッドで跳び跳ねたいってそういう気持ちは分かるけどっていうことをですねまず共感するそして4つ目はですね環境を整える子どもの注意を 何かそらすようなものがあるとですね、目の前に美味しい食事があれば我々でもですね、なかなか集中できません。やはり環境を整えるっていうことはですね、実は非常に重要です。子供に伝わりやすくするとですね、親の負担が減ります。怒鳴っても叩いてもですね、結局親御さんがただしんどくなります。怒鳴る頻度をですね、ゼロにすることは 必要はないですしできないでしょう少しでも減らせればそれで OK です、えー、まずはですねあなた自身が少しでも良い意味で楽になることを努めていきましょうさあそれではですね今日はこの3番目にですね感情的にならないでっていうですね、えー、注意やアドバイスをスキルそれをですね先ほどの このののの共感的表現いいいううものをですすね使いながらどのようにすればいいのか例えばですね今休校でですね奥さんがずっと家にいます一日ゲームをしている奥さんに対してですね注意やアドバイスをするときにですねついつい結論から言ってしまう早く勉強しなさいその前にですね「ずっとゲームで遊びたいよねその気持ちは分かるよでもね」 とまずですね子どもの気持ちを察して共感してあげましょう。これが共感的表現ということなんですね。その上ででもね時間を決めてやろうねそうすると宿題もゲームを両方できてバッチリだよねさあゲームを何分するとですね具体的に行ってほしい行動を伝えます。これがですね次回 お伝えする具体的に伝えるスキルっていうことなんですね。さあ共感的表現を使うううう効果とはどういうものでしょうか奥さんのミスや問題行動に対して感情的にですね反応するのはある意味もう癖のようでですねなかなかそれをですねその感情を押し殺すっていうのは非常に難しいんです。しかし押し殺すのではなくてですね別の選択肢 共感的表現というスキルを使うことによってですね親が一方的に叱るというような悪循環から解放されていくことができます。ぜひ練習してトライしてみてください。そこで今日は練習問題をですね皆さんに紹介しますのでぜひこの3つの練習問題をチャレンジしてくださってもしよろしかったらできた方は メールでですね回答を送ってください可能な限り何か必要なアドバイスをさせていただきたいと思っていますではぜひトライしてみてくださいまたお会いいたしましょう